眉山古墳は、大阪府岸和田市眉町にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。大阪府南部、南南東から伸びる丘陵の北西先端部において、丘を切断して築造された、巨大前方公園墳である。これまでに1997から1998年度に、集合、集堤部の発掘調査が実施されているが、 本格的な調査は実施されていない。噴形は、前方部が未発達の絵鏡式の前方五円形で、前方部を北西方に向ける。噴球表面では吹き石、円筒波に割れつが認められる。噴球左右首レブには作り手を伏すと見られる。噴球周囲には、集合が認められるが、現在は溜め池に改変されている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、 公園部中央における、陥没港及び、緑泥片岸の散在から、縦穴式石室と推定される。出土品としては、前述の埴輪編のほか、墳丁部からの弾きがある。また、倍長と推定される古墳として、孫塚古墳、稲荷古墳などがある。この眉山古墳は、古墳時代前期後半の4世紀後半頃の、築造と推定される。前期古墳としては、 機内でも屈指の規模であり、泉地方の前方公園墳としては、最古級に位置づけられる古墳になる。古墳域は1956年に国の史跡に指定されている。なお、現在では古墳域内への立ち入りは制限されている。古墳の規模は次の通り。前方部側に認められる集合は馬蹄型を停止、幅約36メートルを測る。 集合の墳糾区ビレ部付近にある私土帝は築造当時のものと推測される。墳系は奈良の先量産古墳と掃除型をなす。先量産古墳と掃除系の前方後円墳は機内を取り囲むように分布することから築造当時に機内性的な領域支配が存在したとする説がある。 眉山古墳付近には倍長と推定される古墳として、南側に孫塚古墳、北側に稲荷古墳がある。また、目下谷という地に、狐塚があったというほか、眉山古墳の北東側の淡路神社境内でも、遠藤埴庭が出土しており、同地でも古墳の存在が推定される。それらの内孫塚古墳は、 眉山古墳の南側に所在する方墳で一辺約35メートルを測る。墳球は二段築成。墳球表面では円筒埴庭が存在するとされる。主体部の埋葬施設は年度格と推定される。1958年の長池の包み補修工事の際に墳球は大きく作閉されているが、その際に社園三上に住居。 下玉15個が出土している。築造時期は4世紀後半頃と推定される。ありがとうございます。